では激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。相変わらず宮崎県にいるんですけども、今回は宮崎市、大塚町なのかな、大塚町なのか分かんないですけどもにあります唐辛子亭さんにやってみました。もう分かりやすい、分かりやすい、絶対辛いでしょこのお店。唐辛子亭だから。唐辛子亭さん、これ何のお店かと申しますと、辛麺です。今回もね、こう辛さレベル選べるんですけども、あのお店の方曰くね、もう裏メニューで50倍までしかうちはやりませんと、もうそう公言します。今回はね、この50倍挑戦していきたいかなと思います。それでいきましょう、レッツゴー。さっきね、ちょっとね、この唐辛子の入れる分量、50倍の量あの拝見させていただいたんですけど、もう本当にね、お茶碗もう1個分ぐらい、うん、こんな、マジかと、結構な量入ってます。はい、美味しそうなんでね、ちょっと、冷めないうちに早速食べていきましょう。いただきます。さあ、辛麺50倍、お手並み拝見ですよということで、まずね、スープからいきましょう。いただきます。こんにゃく麺は食感もいいですね。こう歯ごたえがあって、どれぐらい卵、中華麺の替え玉と島唐辛子餃子、いいですか。ここに替え玉を足していきますね、後で。はい、替え玉ということで、こちら中華麺と中華麺うどんも、はい、ちょっと中華麺、はい、行きましょうか。しっかりと絡めて、うどん、島唐辛子の餃子、はい、こちら来ました。ちょっと後で食べよう。中身に、ほら、これが島唐辛子ですね、この赤いの。島唐辛子が練り込まれてます。いただきます。まあ、ほんのりこう辛みが来るぐらいですかね。ごちそうさまでした。いやー、それでは辛さレベルの発表していきましょう。唐辛子亭さんの辛麺辛さ50倍辛さレベル、じゃらららら、じゃら辛さレベル6です。
ログレーございますと、うまさと辛さのバランスの取れた一品でございます。辛さ調整できますんで、全く辛くない0倍とか辛さ0倍とかもありますし、餃子とか、いろいろあるみたいなんでね、お酒のつまみにもいいかなと思いますということで、今回やってもらいましたけれども、今回も行きましょうか、お便りコーナーということで、よくわからないコメント来てるんで、ちょっと紹介していきたいかなと思います。ペンネーム安全第一猫さん、なだぎさん、こんなところで何やってるんですか、今度マネーの虎やってくださいと。誰がなだぎたけしだ、出資してねえよ、モノマネしてねえよ。3つ目、日常もサバイバルさん、あー、ここが新しくできた大喜利会場か、お題は何でした、フリースタイルです。